内側3番2番とやり合って、さあここで2番の坂口康介が4番山田の後ろに現在入っている。内側では1番の松谷秀樹です。松谷と4番の山田で並んで後ろ混戦ですが、今度は3番の小岩がもう一回上がってきました。さあこれでやはり4番の山田の後ろはもつれそうです。内側2番の坂口、外は3番の小岩大輔、あとは6番の有賀がいて、9番の芦田は中段です。芦田の後ろに7番の斉藤、一方松谷は7番手、小野がいて8番の土屋、難関勢後方です。ラスト1周に入りました。先行4番の山田、容赦なく先行です。番手は2番の坂口康介、そして3番手6番の有賀隆です。後ろは9番の芦田は4番手からまくっていきます。1番の松谷はその芦田の後ろを回って追っていく感じ。先頭4番の山田、番手は2番の坂口、横9番の芦田は直線コースになりました。山田先頭だ、外から松谷、さらに外から5番車、小野辺りも突っ込んできました。